太陽交通株式会社は、福岡県行橋市を中心に、タクシー事業、乗り合いタクシー事業、路線バス事業、貸切バス事業、旅行事業などを行う企業。社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。タクシー、行橋市を中心に、北九州市南東部から大分県北部にわたる一帯に営業所を置いている。子会社を含む、路線バス、 行く橋市内の一部では、路線バスと乗り合いタクシーを併用する。規制緩和により、バス事業が免許制から登録、届出制へ移行したのに合わせ、まず、西鉄バスから、建築エリアにおける、不採算路線を引き継いだ。タクシー会社としてのきめ細かな路線設定により、夢タウン、行く橋など、大型商業施設へ乗り入れるなどして、乗客の確保を図っている。 サンクパス運営委員会には加入しておらず、サンクパスは利用不可である。すべて対応交通直営路線。北九州空港線北九州空港線、ソラピー行橋駅発着路線以下は、行橋駅を拠点に、行橋市内または、周辺の町との間を運行する路線である。豊洲線以下は、宮古町の旧豊洲津町町内及び旧豊洲津町と、 周辺地域の間を運行する路線である。河原線、沢田線、ソラッピーバス発車北九州空港と神田駅結ぶ1日、旧往復運行西日本新聞、2010年4月21日長官、太陽交通バス事業化北九州空港便、長期運休のお知らせ。ありがとうございます。